はあ、なんかねそう負けず嫌いだからさこんなんでへこたれて SNS を中止するとかしたくなくてむしろ毎日投稿頑張ってやろうみたいな感じなので少しでもみんなとコミュニケーション取った方が精神的にすごく落ち着くので人間って素直だよね どんだけ大好きだった人でも、関係が切れた瞬間に、瞬間に一気に敵になっちゃうんだからね。大変だよね。びっくりだよ。だから強く生きようみんな頑張ろうぜ頑張るんで。頑張るからさ、私なりに。